どうも皆さんこんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は古神初トールというね新キャラモンスター、新しいマスター・オブ・シャドウっていうね、パックで追加されました、モンスターなんですが、シンクロモンスター汎用レベル4のシンクロモンスター、これね、これ控えめにいってね強いね。これ控えめにいって強い。どういう効果を持ってるかっていうと、これどうか御用エンペラーかなんかの時に説明したのかもしれないですけど、チューナープラスチューナー以外の、モンスターでレベル4シンクロですよ。で出し方としては、例えば、墓地より芽吹くもので、植物属、チューナーモンスターを、召喚すると墓地からダークバージャーが蘇生して出てくるとか、あとそれからですね、文房具003を召喚すると、デッキから文房具を特殊召喚できるんで、レベル1のチューナーを出して31で4シンクロとか、あとはそれからライティレフティね。ライティレフティすると、ハリハイバーを出す気抜きですよ。あれで、1のチューナーと3にレフティをして、1、3でシンクロっていう、そういう主な作り方があるんですけど、でね、これね、効果すげえ強くて、一応打点的には2300、1100って、そこそこ4シンクロでは強いですよね。1枚で出せますから、芽吹くだったら。で、このカードがモンスターゾーンから墓地へ置かれた場合、これね、発動条件が緩いんですよ。これ、例えば破壊されるっていう場合も発動するし、自分でシンクロ素材にするとか、そういう方法でもいいです。自分で狡猾で巻き込んでいったりとか、そういう方法でもいいで、しかも特にタイミングを逃すこともないと。で結構これ強いんですよね。でその時発動するよ、相手のフィールドの表が表示モンスター1体を対象にし、デモンズチェーンをします。通常モンスターにも打てるデモンズチェーンみたいな感じで、装備状態になっているこのカードが、フィールドから離れた場合、これもね条件が緩くて離れればいいんで、例えば相手がコズミックサイクロンを打ってきた、それでも発動します。古神初トールにコズミックサイクロンとか、自分で、壊してもいいんですよ。コズミックサイクロン自分で打ったりとか、あとそれからこのギャラクシーサイクロンをね打っといて、で墓地から除外してこいつを破壊するとかいうギミックを使ってもいいんだけど、でフィールドから離れるとバウンスでもいいんだよね。だからつまりそうすると相手のデモンズチェーンしてたモンスターをパクるんですよね、コントロール永続的に。これね結構強いんですよね。先行で立ててもあまり損がないモンスターなんですよ。結構強いですこいつが。でこいつを今回は活躍させていくっていうデッキになっておりまして、で墓地より芽吹くもののギミックにしているので、レベル4のチューナーとかを入れておくと6シンクロもできるようになるんで、この、パクリ王、御用ガーディアンとかね、あとは先行に立てて強いデーモン将来。これねやっぱり、結構強いなと思うのは、このデーモンの将来ってこれデーモンの召喚として扱って、デーモンの召喚対象に取られないよっていう効果を持ってるんですよ。でねこれ2500そこそこ高い打点があるんですけど、対象に取られないっていうことはなかなか相手に突破されにくいってことなんですよ。でも打点が問題じゃないですか。2500これイージーチューニングっていうカード入ってるんですけど、今回これ墓地のチューナー除外すると永続的に、フィールド上のモンスターの打点をアップしますよっていう、除外したモンスターの、打点分だからね。今回結構打点が高めのチューナーをいっぱい入れていて、こいつ1200とか1000とか、こいつ1900あるんですよ。だからなんとですね、イージーチューニングで1900打点が上げられるんですよ。そうすると対象に取れない4400のデーモンの将来とか出てくるんですよ。これクソ強いんですよね。これめちゃくちゃ強い。これは結構相手突破しにくくなるんですよね、対象に取るのは4000やって。なんで、イージーチューニングをガン積みしているっていう、そういう感じですね。であとは古神初トール自分から割れるように、ギャラクシーサイクロンとか、コズミックサイクロンもね入れていると。あとは打点補助の、巡るとか、あとは、横向かせればひっくり返せばね、てってれーすれば戦闘破壊できたりするんで、なんでこいつらの打点でね、なんでその足を落としちゃう、そういう感じですね。はい、早速古神初トールをね使いこなしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の勝った海馬木馬選手、普通の方かなんだろうな、普通の方ちょっとわかんないが、一応ダークバージャーでここデーモンの将来ですかね。先行だとデーモンの将来が非常に優秀で、これ対象に取れないっていうね効果を持ってるんですよ。デーモンの召喚扱いになってフィールド上のデーモンの召喚は全て対象に取ることはできないよっていう効果を持ってるんですよ。だからねこれ先行で立てると結構強いのと、あとデーモンの将来にイージーチューニングをして、トランペッターの1900打点永続的に上げてあげると4400打点で対象に取れないよっていうモンスターになるんですよね。これめちゃくちゃ強いんですよ。これめちゃくちゃ強い。たまにね、新作の打点師とかで効果無効にされてデザインでやられるみたいなことは あるんだけどまあそれあるあるなんだけど、そういうことがなければ基本対象に取れない4400ってオベリスクよりも強いですからね。なんならオベリスクみたいなのが出てくるんですよ、2枚で。結構強いっていう。はいはい。コスモプリンか。コスモプリン今これ底なしじゃない？これ底なししていこう。一回。底なししていく。底なしをしていく。ブルーアイズか。了解。イニシャ、うわー、強えなー。それは強え。それはシンプルに強え。それはシンプルに強え。でも2個か。あー、シンクロか。あー、手札決まってんな、あいつ。手札、ガンギマイのエリカといったところ。ガンギマイのエリカ、ガンギマイのエリカは19歳からね、ガンギマっていたらしいですよ、あれ。すごいですよね。19歳からガンギマってると結構すごいよな、あれ。19歳からなんかタイマーやら何やらやっていましたみたいなことをなんかツイッターのニュースで見ましたけど、私は。さすがと思いましたね。まあ、それを、あー、ブルーアイズも出てくる。それやっててもなんか別にって思ってたんだろうね、多分。結局なんか19歳から MDMA やってたけど、なんかそれも別にって思ってそう。で、ドローを。で、底なし来た。で、ウィード召喚。で、ダークバージャー効果。そして、レベル4、ダークバージャー2、レベル2、ウィードをチューリング。シンクロ召喚。これが新たなのエースモンスターだ。更新初トール。カードを1枚セット。ターン終了だ。ですね、これまでも殴ってくる方によるけど、どうしよっかな。ハストールで、対抗しないでしょっけ。あ、レイルーか。なるほど。これ召喚してくんねんの、逆に。逆に召喚してくれるとありがたい。逆に召喚してくんねんかな。召喚しろ。アドバンスだ。それはそこまでされてるし、これアドバンスじゃねえ。起きた。オッケーで、2体リリースでアドバンス召喚、霊竜で除外しようとしていく。で、ここ落とし穴ホット置きました。てってれー、てってれー、よーしよ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 し、殴れ。よしよし、殴った。いいぞ。で、ハストール効果そうアイテムフィールドのモンスター一体選択し、デモンズチェーンをしていく。オッケーで、このカードが破壊されるかフィールドにから離れると相手のモンスターのコントロールを得る。来た。これがコズミックサイクロンだ。コズミックサイクロンの効果、自分のハストールをフィールドが離す。そしてハストール効果、相手のモンスターをパクっていく。ウィード召喚し、ウィード効果じゃなくてダークバージャー効果、ダークバージャーを墓地から蘇生。そしてレベル2、ダークバージャーにレベル2、ウィードをチューニング。シンクロ召喚、更新ハストール2匹目、2号機いけ。バトルだ。おらー、どれー。おら、お前のモンスターで殴られる気分はどうだ。お前のモンスターで殴られる気分はどうだ。これは強い。ハストールでね、またパクれますから、相手のモンスターを。相手のモンスターが強ければ強いけど法令を発揮するっていう感じでしょうか。お、セットいいだろう。分からせてやる。逆サイクロン一応セットしていこう。バトル、おらでよーどうだ、お前のモンスターで殴られる気分は。君がいけないんだぞ。君がこの最強モンスターを出したからな。マイネームイズジャイアン。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。さあ、お相手の方、ダークシグナカーリン渚選手、よろしくお願いします。デュエル3枚。中なきすぎなんだけど、中なきすぎじゃない？ウィード召喚でダークバージャー効果、ダークバージャーの効果で蘇生。そしてレベル2、ダークバージャーにレベル2、ウィードをチューニング。いけ、初号機。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。カードを1枚セット、タッシュロー。一応ね、2号機までは搭載してますんで、このデッキハストロー2号機までは搭載しておりますんで、それはマジで強いな。底なし打つしないか、底なし打っていく。裏返して、裏返すことによってシンクロさせない。セットセット、オッケー、いいだろう。ドロー、イージーシューリング、オッケーで、エンジェルトランペッター召喚でダークバージャーの効果を発動し、自身を墓地より特殊召喚。はっ。そしてレベル2、ダークバージャーにレベル4、エンジェルトランペッターをチューリング。これはこっちいやむずいなこっち。いやでもこれ勝てんだよなイージーチューニングしたら。多分イージーチューニングしたら勝てっから こっちか。レベル4エージェントランペッターにレベル2ダークバージャーをチューニング。真空召喚デーモンの将来。よしで先祖打天使。何クソ勝てねえマジか勝てねえマジか。まあ、でも殴っておいた方がいいと思うなこれ。対象に取れない4000役にしといた方がいいわこれで。こうしていこう。はいせいオッケーでターン終了。これフォーチュンレディー打天使っていう気持ち悪いデッキですね。なんか強いかける強い超強いみたいな小学生が考えたようなデッキですねこれ多分コスモスビートいいや。4400突破しづらいと思うよ。でコーリングオッケーコーリングオッケー。パッセージ了承パッセージ了承。でもこれ結構強いぞこれ。これ待って自爆特攻してさ自爆特攻してハストール自爆特攻からのさエバリー効果無効でさエバリー効果無効にしたらゼロじゃないこれ打点。これ強いんじゃねこれ。ブラロかなあブラロかこれさすがにあブラロかはいはいはいオッケー。ブラックローズぶち殺されていくで将来の効果を発動しない、まあ、一応破壊されたデーモン召喚出すっていうね効果持ってるんですけど2号機行こう。コスモスピード召喚ダークバージャー効果蘇生していく。そしてレベル2ダークバージャーにレベル2コスモスビートをチューニングいけ。2号機コシンハストール2号機カードを1枚セットバトルだいけ。ハストール2号機あんたバカ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方牛尾の哲さんよろしくお願いします。御用だ御用だやばいやば御用本家来たわ本家来た御用本家来た捕まるやばい。でダークバージャーからのこれデーモンの将来ですかねこれ。これやっぱ初手デーモンの将来クソ強えわこれめちゃくちゃ強え。でデーモンの将来だしイージーチューニングするとね4400って伊達になりますからねめちゃくちゃ強いっす。セットしとくか。でターン終了だ。よしよしよしいいぞなかなか強いぞ。イージーなチューニングをねしていくと結構ナイトショットやめてあーくっそくそ強っやばい。ライティドライバーライティドライバーナチュラコスモスビートこれはいいか。これは何が起きる何が起きる12で御用ディフェンダーですかねこれもしかして御用 D じゃないですかねこれ御用 D 御用 D あー嫌な予感すんなこれ。これ嫌な予感すんだよなこれ結構嫌な予感するわ結構嫌な予感してきた。融合ちょっと待ってエンペラーだけはあーエンペラー様だけはうわーうわーくっうわーパクられるやばいか俺のだよ俺のだよそれ俺のだよ俺のモンスターだよ返して返して返してトランペッタートランペッターかトランペッタートランペッターかトランペッターしてもブレナがコストが足りないブレナクはコストが足りないブローガーディアンも3300突破できないどうすればいいんだこれはこれはどうすればいいんだ。でもあれかハストールするしかないのこれはハストール出すしかないな。初号機行こう初号機行こう。でダークバージャー効果どっちから特召喚でレベル4反応ないね何も。でハストールでCP で出すしかないか CP で出すしかないな。いやギャラ祭を除外したと結構痛いな。ギャラ祭除外がかなり痛い。これワンチャンあったんだよななんか頑張れば待機できそう頑張ればなんかさ殴ってきて殴ってきてない方もハストールしていくしかおうおうおう返せよそれ俺のモンスターなんだけど